300ml の水を入れてください、はい、で内釜をパッチッと締めて羽、これ大事、これ忘れたらやること、 750g ね、はい、約5合です、はい、こう鳴らしてください、はい、で、ちょっと中央をですね、はい、高く して山にします。なるほど、まはい、かっちり蓋をしましたね。これからこのもち米を蒸す工程に入ります。だいたい30分だったんですけど、ちょっと開ける、あ、開けて、開けてみます。あ、こんなこと、あ、うん、今からこれすく工程に入るわけですね、はい、おー、すごい、はい、はい、これです、はい、中でね、回ってる餅の様子で分かりますよね、これ蓋が透明なんで、はい、はい、だいたい10分ぐらいですね、はい、回ってました。おーおーおーおお、こんな感じですね。はいはいはい、あ、もういいですね、これ、はい。じゃあもうストップして、はい。はい。こっからですよ、皆さん。今回のレシピ、大事なのは、はいはいはい、これ今ね、たらいに水を思いっきり張ってます。で、はい、そこにですね、内釜ごと入れて、はい、で、さらに内釜の内側の餅も水につけます。はい。これね。これです。これ重要です。これで硬くならない餅の、まあ、できる第一歩ですね。はい。これ大事です。はい。これ重要です。はいはい、ちょっと、はい、でね、これで、こう、熱を、できるだけですね、餅を広げて、なるほど、熱を逃がしてやります。はい、はい、面白いですね。はい。で、あんまりね、冷ましすぎたらあかんので、だいたい、こう、体温ぐらいですね。体温ね。はい。今、ちなみに熱々？いえいえ、もう冷めてます。今日はね、寒いんですよ。なるほど。はい。まあ、水道水ですかね。これぐらいで、はい、これぐらいです。はい、で、ちょっともう一回はめます。はい、はい、はい。水につけて平らにした、はい、熱は、はい、あ、取れてますわ、人肌程度でございます。今日ほんまに寒いわ、ちょっとこれ重要なのはね、完全に熱を取らないことですからね、はい、あ、ちょっと待って、この辺熱いな、あ、まだ熱い、はい、均等に熱さをして、はい、で、熱を逃がすということですよね、はい、でこれ水の中でやっております。ここが大事ですよ、はい、めちゃめちゃポイントです、はい、こう持ち上げた時にまだ熱が残ってるんですね、はい、あ、いいです、これ、はい、ではこれね、まあ、人肌程度に冷ました餅を、はい、はい、入れて再びですね、はい、餅つき機に入れて、はい、でね、はい、蓋を開けたままこねます、はい、でこれ大体目安が3分から、はい、5分5分ですね、はい、3分から5分の目安で、これ2回目のつきですね、はい、このね、水につけてもう1回つくっていうのが、はい、冷めても硬くならないお餅のコツですね、はい、ここポイントでございますんで、皆さん、絶対守ってください。おお、すごいね、これほほほ、餅が踊っとるわ3分ぐらいですね、はい、3分ぐらいこねております、はい、でこれでもストップいたします、はいはい、こんな感じでこう、はい、まとまりになれば OK ですね、はい、おい、はい、ではこちらをですね、はい、してこれね、はい、餅粉です、はい、この中入れます。はい。大丈夫大丈夫。羽がね。はい、おお、すごいすごいすごい。はい。あ、大きれいに取れた。あ、はいはい。はい、でこれ餅粉をですね、全体にまぶしてください。はい。はい、そうです。おい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 。おい。なるほどなるほど。こんな感じですね。はい、これでね、あの、まあ、全体に餅粉をまずはまぶしてください。はい。はい、